古代、物宮倉を模した、展望台館内館内、大型ジオラマ時のギャラリー兵庫、県立考古博物館は、兵庫県張間町にある考古博物館。一席数が全国一位である、兵庫県の考古学の拠点として2007年10月13日に開設された。博物館には発掘調査を担当する、埋蔵文化財調査部が設けられており、国、 県等が実施する遺跡の発掘調査、研究と研究成果の展示、及びその活用法、展示手法や情報発信手法の調査研究と資料、情報、ナレッジなど資源の集積、その活動を支える人材、考古学者の育成まで行い、考古学者で組織された任意団体、兵庫考古学クラブがある。国の史跡に指定されている。 大中遺跡の隣接地にあり、この史跡を整備して、大中遺跡公園として公開、管理する役割を担うとともに、従来の展示物を見てもらうという展示物主体の博物館ではなく、来館者に参加し体験してもらう、参加体験型博物館として設置運営されており、常時体験学習を実施している。地界では様々な遺物が収蔵された、 収蔵庫を見ることのできるスペースや、遺物の整理作業や、金属処理といった普段目にすることのできない作業を見ることもできる。エントランスロビーには、神戸風月堂のカフェもあり、館外の史跡公園と共に一息つける場所となっている。シンボルマークは山田隆夫のデザイン。上下に伸びる手をイメージしており、それぞれの手が未来をつかみ過去を探るという意味を持っている。 2017年9月23日より増築工事のため休館。2021年増築し新展示室がオープンした。この最新機器造品を受けたことや展示面積、点数が倍増したことで展示品は従来の古代京にとどまらない制度機に拡充された。当初は4月29日を予定していたが新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が 兵庫県全域に発出されたため、開館が延期され、5月13日となった。なお5月13日時点でも緊急事態宣言は発出中であった。兵庫高校学クラブ、ありがとうございます。